リヒテンタール教区教会。ミサ曲第4番派長長 D452 は、フランツ・シューベルトが1816年に作曲したミサ曲、ミサ・ソレムニスに分類される、シューベルトの肖像。フランツ・アイブルが、1827年作曲は、1816年の6月から7月にかけて進められ、夏の終わりもしくは秋の初めに、 リヒテンタール教区協会で行われた初演は好評だった。作曲者のこれまでのミサ曲同様、ソプラノソロはテレーゼグロープの声を念頭に書かれている。このミサ曲はシューベルトの作品の中でもとりわけその原曲の軽量化された還元楽法と耳当たりの軽さにモーツァルトの影響を見せている。同時期のシューベルトの日記からは彼がモーツァルトのミサブレビス および同じく、ザルツブルクの作曲家であるミハイル・ハイドンに関心を持っていたことが確認できる。シューベルトは以降の上演のために本作に度重なる改定を施した。1825年のウィーンのウルリヒ協会での演奏に際しては、2つのオーボエ、またはクラリネット、2つのトランペット、ティンパニをすべてアドリブのパートとして追加している。 死の7週間前にあたる1828年には、再度の見直しを行い、それまで置かれていたソプラノ読書に変えて、合唱によるベネディクトゥスを据えた。グロープのような質の高い読書者が見つからなかった、場合の演奏を予期した措置だったと思われる。このミサ曲といくつかの小規模教会用作品は、アントン・ディアベリエ売却されて1825年に、出版された。本作が、 シューベルトの生前に出版された唯一のミサ曲となった。出版に際して検字が掲げられ、相手はキリテンタール教会のオルガニストであり合唱指揮者、シューベルトにオルガン、歌唱、数じ付き低音や対応を指導したミハイル・ホルツァーであった。オリジナルの編成は、ソプラノ、アルト、テノール、バス独唱、根性合唱、バイオリン2部、通奏低音。 全6曲から構成される。演奏時間は約23分。注釈は特に断りのない限り D452 に対するもの。キリアンダンテコンモート派長長4、4拍子、グローリア・アレグロ・ビバーチ派長長4、4拍子、クレド・アレグロ派長長3、4拍子、サンクトゥス・アダージョ派長長4、4拍子、ベネディクトゥス・アンダンテへ長長2、 四拍子ソプラの読書アニスレイアダージョ派長長4、四拍子。ありがとうございます。